こういう潰れた家屋もやっぱありますね、うん、中には。なんですかねこれは。なんか僕はなぜかこれを見てジブリを思い出してしまった。黒津集落は岐阜県本巣市に存在する廃村です。近隣のオッパ、大河原とともに奥山かむらとも呼ばれ、福井県との県境付近に位置していることから、岐阜県内でも最も奥地に存在する集落でした。黒津集落はかつて山下村の中心地として栄えましたが、戦後の高度経済成長に伴い過疎化が急速に進み、現在の定住者はゼロとなっています。はい、こんにちは。ヒストリカの岡安です。今回は岐阜県の黒津集落というところに来てます。ここは前回来たオッパと大河原と近くにある集落、ネオ地域って言われる場所にある廃村の一つなんですけど、今は定住者いなくてもう完全に廃村っていう状態らしくて、なんか割と最近までお年寄りの方が住んでたみたいなんですけど、その方が離村されてもう完全に無住になったみたいな感じだと思います。そうだね。でなんか上の方にも結構集落続いてて、こんな感じで断層に、あと川も近くにありますね。まあ、ちょっと見ていきますか。はい、また探索していきたいと思います。だいぶ古いねこの建物とかは。ガラスだけどね。でもなんかあれですね、最近我々市がずっと行ってたじゃないですか。で多分ここ本当豪雪地帯なんですけど、なんか同じ豪雪地帯でも家の作りやっぱ違うもんですね。確かに。岐阜の方はこういう湯がこい用の柱がね絶対あるんですよね。市があんまなかったもんね。そこになんか屋根がめちゃくちゃでかい市が。そう。やっぱ土地柄出ますね。そういう。これも。これは何なんだろう。平屋。そうやね。扉がいっぱいある。なんかの施設のように見えなくもないですね。これでっけえなこの家は。なんかだいぶ立派な家。あ、こっちになんかあるね。確かに気になる。神社かな。神社な気がするわ。本当に綺麗だよね。本当だ。この家本当。でもなんかもしかしたらその最後住まれてた方の住居かもしれないですね。あ、神社っすねこれは完全に。すごい立派。本当だ。両脇のご神木や。すごいよね。本当だ。ちゃんと考えられて立ってるね。うん、木ありきでお社建ててるみたいな感じやねこれだと。お社もすごい、ね、立派ですね。あ、お賽銭箱ありますよ。いいですね。岡安さん結構お参りしてるんで、徳を積んでるよ。徳積んでますよ。なんか奥にもあるの。でもこれ2つあるってことはやっぱそれぞれ神様違うんですかね、祀られてる。あとなんかここに何ですかねこれは。なんかめちゃくちゃ歴史ありそうな。元は平家の落人であった柴五郎左衛門という人物が開いた集落との言い伝えが残っており、氏神である八幡神社の境内には彼の墓であると伝わる宝鏡院塔が現在でも残されています。この塔は大正時代に黒津の住人が集落の付近で掘り出したもので、バラバラの状態で発見されたものを組み合わせて現在の場所に祀ったといいます。奥山かむらの中では最も町に近い南部に位置していたこの集落は、オッパや大河原の住人が町へ行き来するための中継地点として、また奥地へアクセスする際にはその玄関口として人の往来も盛んでした。かつては学校も置かれ、正規には30戸以上の人家が存在するなど、この付近の中心地として栄えました。集落は山間に位置することから電池はほとんどなく、猫の額ほどの土地でも畑にし、芋や雑穀を栽培し生活を維持していました。その環境ゆえ、なりわいはすべて山仕事に依存しており、ほぼすべての住人は津田切に従事しましたが、明治期に入り木炭の需要が急増すると、住民のほとんどが炭焼きへと転業、女は主に養蚕を行い生活を支えました。しかし戦後の燃料革命により主産業であった炭焼きの需要が激減し、住民の生活も徐々に立ち行かなくなります。しばらくは木材の伐採や植林の日雇いなどで生活を支えていましたが、1960年代頃を境に町へ移住する住人が増え始め、現在の定住者はゼロとなっています。すごい水の音するな。ここから、あ、これか。これなんだろうね。あ、魚いるよ。いけす。中見るとめちゃくちゃ大きい。これ鮎か、アマゴか鮎だよね。たくさんいます、ね。取り残された鮎たちが。いや、まだあれでしょ、飼ってるでしょ。ここで。でも定住者いないですよね。何取り残しはしないと思うけどな。あそこで繁殖するんかな、勝手に。これは何だ。これなんだろうね。あ、でもこれもさ、鮎の養殖のあれじゃない。このホースとかあるしさ、多分水溜めてたよね。魚の養殖してたんじゃないかな、もしかしたら。一大産業だった。今までにない産業が見えてきましたね、他の集落ではなかったやつが。結構あれですね、家はちゃんと残ってるところが多いですね。まあ、朽ちてはいるんですけど。問い合わせ先もある。本当だ。ちょっと問い合わせてみる、これ。あ、これ見るとめちゃくちゃ手入れされてるわ。確かに。すごい。これは手入れされてますね。綺麗なんで。お庭が。これもいけすだよね、きっと。ああ、いけすなんかな、やっぱ。やっぱいけすがついてるのか。みんな川魚買ってた説。確かにな。自分の家で食べるようかな、それともお店に出すようかな。あー、でも確かに自給自足の可能性あるね。畑はできたのかな、この辺は。いや、畑むずそうじゃん。なんか川氾濫したら、そうだよね、一瞬で飲み込まれそうだしね、畑なんて。川魚、そう、こんだけ川近いんで、もうほんと集落のすぐ真横を川が流れてるっていう状況なんで、結構水害とかひどそうだなっていう。密漁禁止、アマゴ、イワナ禁漁期間っていうのがあるんですね。釣りとかしちゃダメですよってことですよね、これきっと。で、なんかあっちの方にもあるんで、集落上の方に。いや、だいぶ暑いっすね。うん、まあ夏なんで、もう夏はヒストリカの時期じゃない。これは黒津集落にかつて存在した黒津小中学校の教師たちが残した記録です。1962年から1963年の2年間、教師たちが集落での生活を通して感じた思いや出来事がありありと語られており、当時の暮らしや文化を知る上で非常に貴重な資料となっています。今回はその中からいくつか抜粋して紹介します。3月27日、新聞に人事異動が掲載された。本栖郡黒津小学校とある。黒津と言ってもピンとこぬ。今までに聞いたこともない。学級1、職員2、児童14。これは驚いた。これ以上小さい学校はないぞというほどの学校らしい。いろいろな人がいろいろなことを言って励ましたり慰めたりしてくる。まあなるようにしかならぬでしょうという真空状態で応接する。4月2日辞令をもらい、すぐに根尾村へ向かう。とにかく赴任第1日から異常である。小学校1年から中学3年まで合計22名。1年生の入学生が1人だけポツンと一番前におる。しばらくの間はすべてにピントが合わぬ。この上は学校なのかな？なんかこの上学校っぽいよね。ちょっと見てみますか。これとか社宅っぽいしな、教員用の。お、なんか広々としてますね。あ、学校だねきっとこれ。なんで鍵盤。あ、本当だ、鍵盤ですねこれは完全に。学校、あ、確かになんか子供用のお皿ですねこれ。状況証拠的には学校っぽいな。これ焼却炉っすね。すごい。でもさ、僕らの年代でもさ、そのこういう焼却炉あったよね。あった学校。なかったな。俺の小学校にはねあったんだよ。掃除の時間とかに出たゴミは焼却炉で燃やしてた。僕らの時代でも。危なくない？いや多分あれ危なかったよね。そうだよね。でもね、その学校に在籍してる時に廃止になった。そういう焼却炉が。なんか建物は学校っぽくはないけど、どうなんですかね。縦長の横長か、横長の建屋。あ、でも学校なのか一応。昔の日本の学校はこんなとこもあったのかな。山の子供たちが村外郡外へ出る機会は誠に少ない。修学旅行が唯一の機会である。子供の中には岐阜市はおろか垂水へもまだ出たことがない者もいるというありさまである。なんとか大都市へ出て社会見学をさせたいという意見が多い。そこで府警の賛成も得て実施することにした。この奥地で何かするについて、平地での経験や常識では処理できぬ。こういう方法で良いのかといつも不安である。当日は東山動物園とテレビ塔放送局見学。動物園では先生が5から6人ずつ連れて、丁寧に説明して回っている。親鳥につく小鳥のように喜々として見て回る。そういう姿を見ると、行事を実施するまでの苦労を忘れてしまう。来年もどこかへ連れて行ってやろうなどと、一人思いを巡らす。家かね。うん、まあ普通の民家が上にも立ち並んでる。結構あるな、普通の民家。いやなんか本当家多いっすね。なんか原型保ってる家が多いというか。結構全体に綺麗。そうだね。人いてもおかしくないぐらいの、本当に。あ、すげえ、なんか廃車だ。めちゃくちゃ年季の入った車。車ってこんな苔生えるもんなんだな。ね。放置すると。すげえ。まだ動きそうだけど。三菱ですかこれ。これなんていう車体だろう。見たことあるよねこれ。うん、なんかそうだね。いやきっとコメント欄で誰かが教えてくれるはず。こっちの奥はでも石垣あるんで、まあ畑だったんかなって感じですよね。まあでも杉なんでこの辺は、まあ植林されたやつでしょうね。この辺もこんな感じで。石垣がありますね。結構でもだいぶ埋まっちゃってるんだろうなこれ。そうだよ、だってこの石垣とかこんな低いはずないもんね。これとか埋まっちゃってる。こういう潰れた家屋もやっぱありますね。お墓がこれなんか星ついてるから陸軍とかだ、なんか軍系のあれっぽいね。確かに昭和15年9月1日支那事変に出征、日清戦争の時に中国で戦死された方のお墓ってことですね。じゃあ、あーでも27歳って書いてあるわ。そう悲しいですね。なんか多分代が変わっちゃうとああいうお墓も結構見捨てられてしまうんでしょうね。意外と向こうも集落続いてるな。なんか来た時は結構小さい集落かなと思ったんですけど、意外と後半に広がっている。そうだね。橋の方の家は全部もう橋に行けば行くほど潰れた家が多いですね。ああまた廃車っすね。これなんか車庫なのかな。本当この車のための車庫みたいな感じだした。可愛いな。すげえなこれ。なんか僕はなぜかこれを見てジブリを思い出してしまった。なぜかはわからん。これなんあこれ日産って書いてあるわ。今日は車の発見が。サニーって書いてある。日産サニー。サニーって車あるの？バンですよねこれ。知ってる人いるのかな。おるんじゃないかな。詳しい人は本当詳しいからねこういうの。12月31日の朝のことである。外から大声で子供が呼んだ。窓を開けると雪だ。初めての雪が降っている。この思いもよらぬ雪が食生活の予定を変えてしまったのである。誰しも急に大雪が降るとは思っていなかった。そのため購入が十分ではなく、越冬物資が大変不足したのである。雪のない日は毎朝卵が1個ずつついたが、今は卵1個が大切になってきた。このような状態であるから、1週間に2回茶碗蒸しにして食べる。5人で3個の卵を使う。つまり茶碗蒸しは卵節約の苦肉の策である。野菜も大変である。白菜が主であり、ごぼう、人参は少々あったぐらい。3月になると白菜は哀れになる。紙のようにペラペラになって水分がなくなっている。それを捨てようなどとはとても思わぬ。4月に入り道が開いて野菜が手に入りだしたら、残りの白菜で料理したものは見向きもしなくなった。人間の欲求というものはよくしたものだ。なんかあれずっと何かなって気になってたんですけど、あれ多分橋の跡ですね。橋がかかってたんでしょうね。もともと。ああ奥に。そう石柱みたいなのがあるんで見えるかな、見えるかちょっとわかんないですけど、あの森の奥にそうですね、うん、石柱があるんで多分近くに新しい橋がかかってる。多分そうじゃないかな。昔はここに橋があったっぽいですね。だからなんか向こうには何があったんだろうね。確かに何に続いてんだろうあれ。でもあれかな、本当にそれこそオッパとか大川に続くためのあの峠道みたいなのがあったんかね、おそらく。ちょっと川を近くで見たいなと思って今川に向かってます。なんかあれだね、今日さ水害を備えるために堤防っぽいのが本当だ。一番危ないところにあるね、神社が。そうそうそう、やっぱ守り神的な感じであそこに置いたんじゃない、水害から守ってくれますよねみたいな感じで。かつての村の子供はこの川ですごい遊んだんだろうな絶対。いやここで魚とか捕まえたんだろうな子供たちが、ね、でも絶好な遊び場だったでしょうねこの川。ちょっとここら辺で休憩しますか。はい、ということで今回は岐阜県の黒津集落からお届けしました。なんかすごいノスタルジーというか、そうだね、なんか、でもやっぱ前行ったオッパとか大河原とかと家の感じは似てましたね、結構。そのうちオッパとか大河原もまた再訪してみたいですね、多分その集落ごとの関連性とかもあるみたいなので、まあ、実際ね、オッパの住民の方からこの集落の名前も出たんで教えてもらってたんで、事前に、ということでまたその辺の歴史情報もブログの方で詳しくご紹介していきたいと思いますので、よろしければそちらもご覧ください。で、いいと思ったらまたグッドボタンとコメントの方お待ちしております。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。こんにちはなんかこの辺の近所を自由に往来してる犬みたいですね。なんかこっからその2キロぐらい離れたお家で飼われてる犬らしいんですけど自由だな。来ましたね、定食来ました。実はここ2回目なんですよね、我々。前回オッパを取材した時に来て以来こんな感じで結構ね充実してるんですよね。これすごいよ、この量でね。これめちゃくちゃ美味しいんですけど、そうね、1100円ということで食べていきましょう。いただきます。獅子とか熊とかを食べたことありますか？いや、ないですね。ない。熊のしゃぶしゃぶがね、しゃぶしゃぶが。熊とかは本当に漁師さんが仕留めたやつが入ったら食べるみたいな感じですか？ああ。まあ今うちが漁師さんはお釣り屋してるんですよ。3人おるで。はいはいはい。でどの人が取ったのがいいかっていうのはね、やっぱこういうのも技術の問題で、何でもやけどもね。天才的な人も普通の人も凡人の人も大勢の方が見えるけども、そこの中の優秀なね、取った時のさばき方だとか、それから血抜きとか、そういうことの技術がいい人やから肉が美味しくない。なるほど。じゃあクマは本当にタイミング合わないとなかなか食べれないって感じですね。そうやな。まあこの街道で下冬取れるか取れんか、もうそういう貴重なもん。愛はね、やっぱ今の愛は。どっから来たんだお前は。ありがとうございます。ごちそうさまです。この子がね、よその子ないけどうちへ来て遊んでくれるんだよ。なあこれ。すごい人懐っこいですね。今朝来てまだうちへ帰ってかんとおるんやな。松葉屋さんというお店ですね。ごちそうさまです。1月中旬頃までは会う村人ごとに慰められていた。慣れぬ雪で驚いたでしょうなどと。それが16日以後26日まで振り通しで2メートル50センチまでになってしまった。屋根雪は下ろしても下ろしても追いつかない。下ろした雪で道は軒よりはるかに高い。雪の下ろし場所がなく、屋根から直接そりで運ぶ家も出てくる。毎日雪と喧嘩である。さすがの村人も、こんなはずではなかったと思い始める。老人まで生まれて初めてだと呆れる始末。2月になればやみましょうと逆に慰める。屋根雪下ろしと道づくりに村人の労力のほとんどは消耗される。しかもそれらは生産には何のプラスもない。ただ雪から命を守るだけの仕事である。夜は停電続きでランプ生活。テンポの速い社会の進展についていくのに骨が折れる。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。